さあ、それに対して食らいつけるのか、デボレクラウン、参りましょう。波動ファイト。さあ、パラメーター見ていきましょう。シールドプレイヤーが1人ずつ、デボレクラウンは、画面手前岡戸選手が4321、スピードを若干落とした代わりに大きさが大きいエナジーボールを打つことができます。さあ、かなり、ね、序盤からしっかりお互い、ね、ライフを、ね、削っていってる状態。先に決めるのはどちらのチームか。先制点を決めてきたのは野獣とビジョン。試合始まって30秒経過。シールドの、ね、使った、ね、枚数は変わりません。さあ、先ほどまで、ね、デボクラは、ね、SK 選手が3の、ね、シールドを使っていたんですが、今回は、シールドプレイヤーは、ね、1人という、ね、形で入れていってます。さあ、モケ選手のライフが残り1枚、ここに球が集まるか。さあ、それを、ね、守るように、かなりいいですね、攻撃的な位置に展開してきましたが、さあ、デボクラ取り返しました、1対1。さあ、どちらが取ってくるか。デボクラもライフ1枚の選手が1人いる。さあ、最後のシールド、これでと決めていきたい。さあ、逃げ切れるか。決めてきたのは野獣とビジョン。1点取り返すか、デボクラ。どうなる。さらに追加点、3対2で野獣とビジョンの勝利。